ウェブサイトを作れたり、インサイドセールスができたり、リード顧客獲得ができたり、リード顧客獲得に、ナーチャリングメールが送れたりと、まあいろいろできるんですけど。こんにちは、即戦力チャンネルのヒカルです。今日はですね、イベントページの告知を、ハブスポットを利用して、行っていきたいと思います。ハブスポットって結構いろんな機能のツールがありましてね、いろんなツールがあって、分かりにくいので動画でキャプチャーをしながら、説明していきたいと思います。誰でも理解できるように。うちが使ってるのはハブスポットのスタートアッププランというのを主に利用しています。スタートアップにとってちょっと割安で使わせてもらってるプランです。はい、で今回はメールで告知をするので、うん、Eメールを使ってこの完全招待制イベントを、作ります。前回東洋経済さんの記者をお招きして PRIR 戦略術というイベントを作ったんですけど、まあ、今回それを、まあ、同じイベントネクストラウンドピッチというイベントなのでクローンを作って、コピーして、内容を差し替えていきたいと思います。うちも、毎月イベントをやっていて、もうかれこれおそらく100回ぐらいイベントをしてるんですけど、イベントを告知するときはいつもこのハブスポットの、マーケティングハブっていうんですかね、メルマガ機能を利用して、連絡しています。こんな感じでメールを整わせて、雪が降ったと思ったらもう暑いですね。今回は、東洋経済さんとコラボして企画したすごい投資家で圧倒的ナンバーワンだった小原さん、プロプラの CVC から起業された、CVC を経て起業された、フォンドの、久保田さん、週刊東洋経済では公開されなかったすごい投資家リストの一部と、弊社の仕入れ先の資金調達資料を、参加者全員にお配りしますということで、こんな感じで作りました。次に、リンクをつけると、はい、こんな感じですね。メールが整ったら、セッティングに行って、誰に、あ、そう、タイトルも変えないといけないですね。完全招待制イベント、データベース IO という弊社のサービスに登録している方に、配信するというサブスクリプションタイプで、これ大丈夫ですね。で、センド、はい、過去我々の、イベントに参加した人、我々の、サービスに登録していただいた方、およそ3071名に向けて、送ります。こんな感じで、で、そうですね、テスト機能を使って、まず自分に送ってみます。これ届いてますね。はい、こんな感じで、メールが届きますというテストが出ました。そして大丈夫そうなので、これで送ってみましょう。 Are you ready to send your email?で、これで、ボタンをクリックすると、開かれました。送られました。で、後ほど、イベントどれほど E メールに開封、この E メールを開封したかとか、どれほどリンクをクリックしたかみたいなデータが見れると思います。前回のやつでちょっと見ていきましょう。これで言うと、開封率 36.7% で、クリック率、イベントページにクリックした人が 5.6%、98%、E メールへ届いて、バウンス、なんだバウンス、バウンスはちょっとわからないので後でくぐってください。アンサブスクライブ、これは、メルマガを解除された人、スパムレポート、これは、スパムメールだって告知した人は 0% ですね。
で、どこのリンクが主にクリックされたかを見られます。こんな感じで、テクノロジー化ご紹介に飛んだ人は大体 7.2% とか、まあ、こういう感じで、イベントのどれほど集客ができているのかというのが、まあ、ハブスポットを使ったら、うまいこと見れます。皆さんもぜひ使ってみてください。今回初めてハブスポットの、使い方、主にメルマガの方法みたいなのを紹介させていただいたんですけど、その他にもハブスポットは、ウェブサイトを作れたり、インサイドセールスができたり、リード顧客獲得ができたり、リード顧客獲得に、ナーチャリングメールが送れたりと、まあ、いろいろできるんですけど、いろいろできすぎて使いにくいっていうのもあるんですけど、他にもハブスポットを利用した、動画を見たいという方は、いいねボタンとコメント、どんな、動画を見たいのかっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。それではまた。